あゆなです。今回も実況やっていきたいと思います。今回は天空エリアの第2ステージか。よし、ああ間違えた間違えた。はい、行こう。マネビトを連れて出発するか。出発する。ではマネビトを目覚めさせようぞ。イーナンアゴマサリトヒヨー、イーナンアゴマサリトヒヨー、キーイ。さて行こう。今回もあれかな、コッコ出てくるんかな。コッコでふわーって飛ぶのは意外とっていうか、まあ普通に楽しかったんだけど、まあでも着地地点がねちょっと困るけど。天空エリアの第2ステージ、手に入る材料はコッコの羽毛と天竜の尻尾を、かっこいいね。でアイテムがアームショットと空気壺。よし、アームショットってことは爆弾を引き寄せたりするかもしれないということで、大爆弾の服、もう私の動画で大爆弾の服活躍しまくりやけん。からくれ浮遊場1。よし、ってことでアームショット。アームショットじゃない。空気壺を手に入れた Y でいろいろぶっ飛ばせ。なんてことだよ、ちょっと。アームショットを手に入れた Y でアームが伸びるぞ。プレイヤーに向けて撃つと。超ボンミスなんだけど、ちょっと。ショック。アームショットを手に入れた Y でアームが伸びるぞ。プレイヤーに向けて撃つと。アームショットだから大爆弾の服にしたのに、なんてことだよ。アームショットで取った爆弾を渡してもらうっていうパターンでいこうかな。うおー、二度手間だけど。待って、爆弾流れてきた。いきなり爆弾なんだけど。あいつ二段だな。この流れの中で爆弾を受け取ってとかするのはちょっとね、きつい感じがするけん。普通に剣でやっつけようよ。あ、ちょっと待って、暴走する。で、次3段だよね、あれ多分。段が違う。へへへへへへ。なんか前もさ、私、これ同じような乗り物が用意されてたけど、乗り物無視して普通に、てって歩きながらあいつを倒したんだけど。お、開いた。おっしゃー、行こう。あ、なんかスイッチあるね。ちょっと待って。あ、向こうにもある。てか、ちょっと待って。こいつじゃないわ。アームショット。こっちじゃ。こっち。え、でもアームショット使ったはいいんやけどさ。向こう側、渡れんくね？渡れんよね。え、ちょっと待って。どうしたらいいんこれ。ハートとかいらん。アームショット。ちょっと待って。空気壺。え、飛ぶ？あ、飛んだ！あ、そういうこと？そういうことできるんや。ここまで来て初めて知ったんやけど。まあ、今まですることがなかったけどさ。なるほど。あ、こっちにもあるね。ちょっと待って。へいへい。あ、ちょっと待って。2段だ。2段ね。オッケー。あ、で、こっちは普通に降りれる。スイッチ。こういうことやね。オッケーオッケー。お、道が。ってことはもうこれ普通に渡ってったらいいわけやね。トライフォース出とるし。イエーイ、簡単。ん？あ、びっくりした。落ちたかと思った一瞬。こんなところで。はっ。からくり浮遊場に。ん？なんか竜巻？あ、あれもしかして上に上がれるんかな？ふわーみたいな。3人で行ける？おー、すごい。え？え、めっちゃ敵出てきたんやけど、やば。ちょ待って。とりあえずこいつやっつけとこうや。あ、2段だ。ってことはこっちか。しかも爆弾投げてくるやつおるし。ということで、ここは、えい。あっちは、槍ね。槍投げね。はあ。あ、通り過ぎた。通り過ぎてしまった。爆弾カモン。全然。何がカモンだ、ふざけんなし。爆弾。お。え、全然なんだけど、下手くそか。下手くそかよ。いた。
やったね。やったねって、なんか鳥復活したんだけど。よし。さっさっ。こっちだ、こっちだ。なになに、浮いた浮いた浮いた。あの風の影響、ここまであるんだ。んで。あ、右にもなんかおる。ちょっと待って。へい。うお、鉄球怖っ。鉄球怖っ。あ、やっつけた。やったー、やったってことはもう正面の爆弾、ん？届かねー。正面の爆弾はいいんやけど、届かねー。え、届かんねやけど、マジで。何段？ちょ、待って、何段？あ、この爆弾を飛ばせい。あ、3段か。危な。3段だ。で、爆弾を、押し。これで、いい感じ？そういうことだな。押し。もう一回爆弾。どうよ。でも、あっこの爆弾飛ばす感じやったらさ、ちょっと爆弾ちっこいけんね。時間かかるんかな。押し。おお、でもいけた。一回分短縮されるだけか、大爆弾の服でも。なるほどね。まあでもこれで、クリアー。はっ。お、無傷で来とるやん、ここまで。カラクリ浮遊場3。何これ。何この電子回路みたいなの。あ、待って、傾く。傾く、傾く、傾く。バランス床。ちょっと待ってね、一人ずつじゃないといかんね、これ。3人で乗った途端に多分落ちるパターンや。んで、よし、これで。おっしゃ、来たー。この距離多分あれよね。この距離で空気壺で吹っ飛ばしたら、待って待って、マジで。うん、多分一発でアウトになるパターンやけ。お、あ、これまた上に爆弾入れるやつや。マジか、いろんなもん勢揃いしとるね。まあそっか、どんどんね、最終エリアに近づいてきとるってことは、今までのこう、応用編みたいな感じで。こっち、おし、いけた。ね、一瞬ちょっとどうやって行こうって思ったけど。危ない。これは、これはどうするんだ。あー、危ない、傾く。傾くー。バランス、バランス。とりあえずアームショットばらけた方がいいかな。おー、落ちそう。怖いー。これは、待って待って待って、バランス、バランス。あ、そこ止まってくれるん？いや、待て。いや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 、そこまで傾いたらさすがにいけんわ。これで。あ、あそこの爆弾吹っ飛ばせるってことかな、もしかして。これを、空気壺で。へい。お、いったいった。あと一匹。って言っても左側にもおるんやけどさ。あー、ダメだ、タイミングが。と、いや、違う。タイミング難しいんだけど、これ。私、その辺の感覚がちょっと。よし、次。はい。あ、いったいったいった。あー、よかった。え、で、あっち側はどうしたらいいんやろ。あっち側。あれ、これ。アームショットいるよね、これ。アームショットで引き寄せる感じじゃない？こいつ空気壺なんやけど、どうしたらいいんやろ。え、待って待って。じゃ、とりあえず、ちょ、こうい、こういくやん。あ、危ない危ない危ない。落ちたー。落ちたよ。何をやってんだ。え、何、どうしたらいいの、これ。とりあえずこいつ爆弾壺、爆弾、うん、爆弾壺じゃない。なんか混じったし。え、じゃあちょっととりあえず、え、どうよどうよどうなのよ。難しくね。
こう行くやん。で、バランス取るやろ。バランス取って、ここ入れ替わった方がいいよね。どう入れ替わるよ。とりあえずこう行ってからのポイッと投げて、危ない！危ないよ。おー、やばかった。ねえ、怖っ。で、この辺、バランス取れるの。おし、オッケー。で、こういう感じやろ。あ、届いてねー。はい、次。はい。いけてない。しかも落ちそう、怖い。はい。全然だし。次生えてこい。生えるの遅いよ。はい、これで。どうよ。あ、いった、いったいったいった。次こっちだ。おし、これで。あー、ダメ。全然。はい。でもこれね、次、あ、ここどうやって渡っていくかもちょっと問題なんだけど。はい。ね、ここ終わった後で、おっしゃ、行った。行った。鍵出てきた、鍵。ちょい待ってね。出てきたのはいいんだけど、これどうやって渡ればいい？どうやって渡ればよいの？とりあえずじゃあ、ここ。空気壺じゃねえ。これ捕まれないの？あいつに。じゃあもうちょっと近くに来てもらおうか。んで、お、いけたいけた。オッケー。いや、オッケーはいいんだけど、こっちこっちこっち。え、こっちはどうやればいいんだろう？いけなくないっすか？とりあえず、こう行くじゃん。で、ポイって投げて、投げてからの引き寄せ、引き寄せ、あ、そうか、こっちが飛んでいけばいいか。なるほどね。え、全然いけね。ちょ、もうちょっとこっち来て。はい、オッケー。で、こっから鍵を。よっしゃ、いけたー。はぁ、あ。びっくりした。敵出てきたんかと思った、こんなとこに。焦るー。ちょっと待ってね。向こう側からやっとかなかったら、ちょ、向こうに落ちていきそうやけん。あ、待って。回復することなく消えてしまったよ。最悪じゃん。なんてこと。まあ、回復ぐらいあるか。カラクリ浮遊場4。あ、あるあるある。ボスだ、ボスだ。ないし。おし。ここにもあった。お、よーし、全回復。行くか。あ、なくなっていく。お、なにあれ、目玉ついとった。え、目玉ついとったけど、そっちが上？ちょい待って、これどうやってやればいいんやろ。これなんかありそうよね。ウィーウィーウィー。ちょっと待って、ちょっと待って。怖い怖い怖い。あ、燃えた。なぜそっちに切り替えたし。ちょ、怖いぞ。とりあえず。お、お、今そこにある火を消そうと思って放ったんだけど。これ回るんだ。え、これ回るってことは、あいつがこの上におるときにさ、やったらなんか。あ、ほら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 。え、あれ。どうなった？あの間に攻撃しろってこと？あ、あの間に攻撃、攻撃？爆弾、周りに爆弾あるけん、それでってことかな。あー、燃えた。待ってくれー。あ、燃えるー。しかも落ちた。踏んだり蹴ったり。踏んだり蹴ったりー。よし。危ない。で、こいつ、これでやっといて、あ、よし、こういうことだね。オッケー、オッケー。あれでやっといてからの、うおうおう。そっからの爆弾をあげるってことだ。あ、ダメだ。ダメだ。あ、うお。次。どこかの、あー待って、ピンポイントでー、そんなピンポイントでー、燃えますか。あ、待って、はい、来る。
でしょ。してきて、これをポイッと。オッケー。あー、危ない。怖いよー。次どこの上来る？はい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 。こっちだ。はい。おっしゃ、行ったー。え、待って待って待って、爆弾なくなったって。爆弾なくなった上になんかちょっと。強化してないですか。しかもあの上めっちゃ燃えようんやけど。あ、なんか目玉の面が上になっとる。ちょっと待って。でもあっこの部分燃えよるってことは上に避難させたところでってことなんよね。でもちょっと、あー待って、あ、やばいやばいやばい。ちょ、一か八かやってみます。いやダメだって、何やってんのよ。ちょっと一か八かで上に避難、上に避難。てかこいつ降りてこんけんさ、こうやって上から行けるんじゃね。どう、ダメだ、ちょい待ってね。えい、こう自分から上がっていくスタイル。あ、ごめんね、落としてしまった。え、なになに、あ、燃えたの。何をやってるんだい。カラクリ浮遊場4。おし。おし、いける。これで。おっしゃ、いったー。うわ。で、こっからよね。あ、そう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 。一人どっかに。あげといて。で、こう。あ、いけるいけるいける。待って、まさかの乗れた。これを繰り返せってことか。さあ、来るんだ。へいへい。いや、こっちだよ、こっち。こっちに来てくれないと。この子飛んでる意味ないからね。あ、来る来る来る。えい。おーし。なんなの？乗った時点で気絶するの？それとも、この気流に巻き込まれて気絶してるってことかな？全然来てくれない。あ、待って、今の青いけてたな。おし、これで、舞い上がってー。へい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 。おっしゃー。え、おっしゃーはいいんだけど、これどうしたらいい？あ、なんか気絶してる。このままいけってこと？お、いったー。え、次の携帯とかは？あ、なさそう。おっしゃ、来たー。ルピー、大量のルピー。何あれ、え、もはや道がそれ、やば。え、あれ渡れるん、本当に。なんか落ちたりせんね、最後の最後でポコって落ちたりとか。ポコってマリオじゃないけど。おお、すごくないこれ、やば。おお、渡れた、いいね、面白い。やったね。ふぅー。ちょっと苦戦した。今度真ん中。ポッコの羽毛を手に入れた。なんなの、真ん中がいいやつ続いてたのに。あー、惜しい。惜しいよー。水流の尻尾。カラクリ浮遊場クリア。イェイ。よし、写真は撮っていない。はい、ということで今回はこの辺で終わりたいと思います。最後まで見てくださってありがとうございます。よろしければチャンネル登録、グッドボタン、ツイッターフォローよろしくお願いします。ツイッターの方は動画を見てきましたと一言くだされば、私の方からもフォローを返させていただきたいと思います。いつもたくさんのコメントありがとうございます。また次回の動画でお会いしましょう。まったねー。やばい、やっぱりどんどん難しく、っていうか最終的にどこまで難しくなる。